皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。降りましたね。降った、もうめちゃくちゃ降った。やばいっしょこれ。昨日夜中に雨の音で目が2回覚めましたからね。これからだったんですけど、雨でここまで溜まってます。10センチ近くあるんじゃないですか。エンジン循環水キングストンから海水を吸い上げてるんですけど、さっきのゴミ吸うでしょうね。風もあるようだし、流れ物もあるんで、スクリュー蹴ってしまったらちょっとやばいですね。もう休もうかどうしようかかなり悩んだんですけど、まあ頑張って行っていきたいと思います。今日の1番目です。雨です。はい、まあ、今日天気を降らないようになったんですよね。どうせ巻き。あれだね、こっち。あと2分。これぐらいの感じならいいんですけど。ただちょっとオカメちゃん増えましたね、夜になったら。今なんか見えたような気が。大雨でもないしですけど、やった、やりました。こういうのがいてくれると本当ファイトが出るんですけどね。今回は悪くないですね。これであとテーマが1本ぐらい出てきてくれたら最高です。雨の中やるのは慣れっこですが、風が吹くのに比べればもう全然雨の方が楽ですよね。ただできればもうそんなに若くないんで、できればやんでもらいたい。でも大きくなってきましたね。これぐらいなら拾ってもいいか。波が赤かけただけだったんで、もうがっかりしてたんですよ。よかった、今日なんとカニ順調ですね。この調子でずっとカニが当たってくれればいいんですけど、まあないでしょうね。本当ね、片網が赤かけただけだったとしてもカニがいればいい。しかも中型以外もね、中身は見たことないですね。しときましょう。セイマキかと思ったらなんか出てきたんで、これ車エビですね。おお、おー綺麗。もうこんな大きくなってるのがいるんですね。見かけた1枚だけだったんですけど、今回は余って1つだけ。まだいいだこおるんですね。でももう拾わないようにしてます。
でっかく出た。お、カニ。残念か。残念。何番連続は無理だったようですけど、鈴聞きましたね。羽か。ただいい時期なんでね、美味しい時期なんでね、今。でも安取るな。ダメかな。キープだけしときましょう。これね、一晩イケスの中に入れとくだけで朝までに持ち出せるんですよね。もう売れないぐらい痩せてたら帰って港で、これは大丈夫だな、リユースします。これはいい、こっちで。右の網にかかってますね。いったなんかどこにおるか分かってきたような気がしますけど、やった嬉しい。今日3つ目、カニいなかったらちょっとやばいですけど、逆にカニがい、あ、開けた、おった、カニがいるので、まあエッカーみたいな感じですね。歯も消えましたね。見えてるけど、今度はちょっと出し込むようっすね。あ、嬉しい。いやー、夏といえば昔はオスのカニだったんですけどね、自分が YouTube 始めて上げた動画でも夏にもオスのカニしか撮ってないような動画もあると思うんですけど、去年とかあんま見なかったですよね。9月にたくさんいました、去年は。もう今日は手長がいない代わりにこれですね。煮ても嬉しいし、これすごいですね。これすごっ、ブリブリ。今日2つ目の煮で、そしてデカゴチブ、なんかちょっと、あ、もう1本煮で、ナイス。でっか、これはちょっと今まで見た中で一番でかいか。ちょっとなんかボーナスタイムな感じですね。恩金おったし、これはちょっとめちゃくちゃいい感じがしますけど、なんか急に魚が一気にぶわっときましたね。今日はボーナスタイムっぽいですね。いや、何やなかった、嬉しい。ゼイマキがいますが、なんかゼイマキじゃないエビが見えてる。おー、車エビ。ちょっとこれはもう死んじゃったかな、泥食ったような感じ。生き返ってちょうだい。もう入った。お、片身2つ、ナイスすぎる。あの車エビ生き返らなかったら、今日はあれをご飯にしたいと思います。おお、でも残念。でもいい片身にいたんで OK です。これがスーパーグッド。あとはこっちとハモですね。ちょっとゲタいませんでしたね、今回。車エビ生き返ってしまいました。でもあの特大セイマキが死んでたんで、あっちは食べたいと思います。よいしょ。おー、来た、おー、来た、おー、来た。わあ、来た、ダブル、嬉しすぎる。入ってるかな。お、入ってますね。3番号離したやつがいるんで、買う側の仲買さんも慎重なんですよね。
これはもう見た感じ入ってるっぽいですよね、このオレンジのタイプは。ロー入ってる入ってる、ナイス、嬉しい。何レンジなんですかね、3、4、どっちにしてもダブルが続いてるので嬉しい。しかも大天手まで全然気づいてなかった。カニに夢中でした。まあ片方がいいと片方はまあこんなもんですね。腰だけだったんかな。でもまあいい方なんでよしましょう。さらに天手にカニ一番3つ。これはちょっと素敵すぎた。カニのレンチャン久しぶりですね。ただ正座消えました。今日はなんか下り返しがいい感じですね。昔はもう一定してたんですけど、季節によってなんかいいタイミングが変わるんで最近はちょっとわからん感じですね。連続ボーナス来てほしいけどもうさすがにないでしょうね。破れとる。なんで全部で取るやん。意味わからん。これですかね、雨の後なんで流れ物。破れてる方もグッドすぎる。とりあえずあの木と破れを直しましょうかね。2倍の声作ってますね。結構合唱ですね。ラストにやっと出たかまた再び塩でね、いたりいなかったり。と思ってたらラスト漕ぎながら帰る網になんともう寄島へ向けて帰ってたんですけど超嬉しい。もう7月ですからね、持った感じの重さがもう全然違います。重い。ではこれで帰りたいと思います。お疲れ様でした。帰りだした大雨。ですよね。これ今綺麗になったけど港に帰って、うん、この中抹茶色やった、この中まで手中ゼロ、イカゼロ、ゼロついにあとヒラメゼロって言おうと思ったんだけどなんとコキコキ帰るらしい網に一つ、うん、やった奇跡のヒラメですね、うん、ほんま奇跡。今日はしょうがないですね。生きとんじゃろうかそれ。もちろん生きとるかどう。生きてる、うん、もうちょっと頑張ってくれ。ありがたい。もうヒラメの重さが違う。めっちゃ太っとる。イカゼロでも。はい。
何時売れ売ることなかれ、もう売れいって売れますよ。ロイヤルカナを確保しております。おお。どうじゃこれ。おお、すごいな。こんなに動かろう。すごいわ、おりたいな。おたまたま話しとるところに行ったんだろうな。うん、ほぼ話しとってる。涙が出たら話すの。てか、オーシャン終わっとるけんねろ。あ、そういうこと、うん、ロイヤルカナン確保して、はい、なんとかウイスキー代も確保しております。やりました。まだまだ皆さんがおすすめしてくれてるやつがありますので買わないといけないので、はい、よいしょ。怒られながら、イージポンマに怒られながら、ウイスキー買っております。酒ばっかり。あとはまあ余ってるかも。よかった。あれが手長の代わりかな。え、今って取れるかと思ったけど取れんかったからね。これのどでかいのが落ちたんで刺身にしたいと思います。これ出た。刺身で食べたいと思います、うん、で、ちょっと申し訳ないんですけど、はい、ここも揚げてください。揚げる。ここよりこっちの方が下手すると美味しいかもしれない。私はこれを刺身でいただきます。じゃあとは車で食べてください。皆さん今日もハードワークお疲れ様でした。雨ざんざん降ってます。気温中聞いたことあります。東京都知事選に立候補されてる石丸さん、安芸高田市の前市長なんですけど、その安芸高田市寄島から射程圏内です。こっからここツーリングドライブコースに1日かけていくのにはちょうどいいぐらいの距離なんですよね。で、行ってきました。そこでね、見つけたんです。焼酎、日本酒を蒸留してるそうです。もはや日本酒じゃねえ。だから焼酎って名前したんでしょうね。飲み比べセット、3本飲み比べセット買ってみました。ちょっとどれがどんな味なのか全く分かりませんけど、書いてるんかなあ。これはレモンって書いてますね。人石高原の米を使って作ったお酒を蒸留、低温蒸留、40度で蒸留してるそうです。ちょっと伸び比べてみましょう。ちょっとロックでいきたいと思います。ああ、もう匂いがしてきてますけど、匂いはもう本当日本酒の匂いをきつくした感じですね。悪くないですね。悪くない。いただきます。おお、なるほど。まろやか、まあ、ロックなんで最初の一口ですから、ちょっと刺さりますけど、鼻につく感じはもう全くないですね。米のいい香りです。日本酒よりもいい香りかも。ちょっとね、なんかちょっと突き抜けるような感じの香りですね。なんかちょっと そのアルコール度数なんかな、鼻にちょっとこう刺さる感じはあるにはあります。ではこれはレモンって書いてますけど、このレモンって書かれてあるやつ行ってみたいと思います。重いですね、これ。なんか石丸さんが市長の時これ宣伝してたそうです。ではちょっとレモンが入ってるっていうやつ行ってみましょう。いただきます。あ、匂いが圧倒的に匂いが爽やかな香りに、レモンのね、砂糖漬けの香り、蜂蜜レモン、あ、蜂蜜じゃないな、レモンの砂糖漬けですね。あー、香りを匂った時ほどのいい匂いではないです、飲んだ時。これはちょっと香りがいい香りだだけにちょっとギャップが、もちろん好みもあるんでしょうけど、個人的に米とレモンは合わん。レモンもお米も大好きですけど。ではこの琥珀のちょっと薄いやつ、絶対このレモンとは味違うと思いますけど、この白とどう違うのか興味津々ですね。まずは香りから。あ、白よりさらにまろやかになった感じです。いただきます。レモンよりは明らかに飲みやすいし、白よりも飲みやすいですね。こっちの方が白ほどこう鼻に来ない。
あ、こっちのこれ一番飲みやすいですね。この飲み比べセット、自分の中ではこれがもう優勝ですね。ただ一度経験にどんな味か知りたかったんで買ってしまいましたけど、これ飲み比べセット5500円ぐらいしたんですけど、税抜きで多分アラン10年買えるな。5500円、アラン10年6000円ですけど、次はもうそっちかな。お米のお酒を飲みたいときは日本酒を飲んだ方が個人的にはいい、そんな感じのお酒でした。まずいとかではないんですけど、ウイスキーに勝てないし、蒸留酒として。あと日本酒だったら日本酒を普通に飲んだ方がいい、生酒の方がいいかな、大吟醸とか、そんな感じです。降臨いたしました。精巻きの寿司、もはやおにぎりです。缶コーヒーサイズっす。ほんまに缶コーヒーサイズ。これはすごい。これ、ま、食えんな、これ。食いようがない。もう持ちようもないし。ということでですね、バラして食べたいと思います。よいしょ。一口。一口いけるかな、これ。じゃあちょっと一口いきます。シボンマが一口いかんといけんでしょって言うんで、一口いきます。いただきます。どうやっていただくん、これ。いただきます。やっぱバリうま、めちゃんこめす。でかいだけが取り柄じゃないみたいです。これ味も完璧です。もうこれが優勝かなと思ったんですけど、もう優勝は無理そうですね。今のほんまにマジうまかったんで。あ、ちなみにアグニの塩です。沖縄の塩です、ね、自分のお気に入りの塩の一つですね。いろんな味が詰まってますね。苦い、酸っぱい、コク、しょっぱさ、甘さ、全部入ってる感じですね。いただきます。うまっ、やっば、寿司に勝ったかも。皆さん今回もご視聴ありがとうございました。うまい。このから食べてみて、めっちゃうまいね。